リースタイルドラミングユニットバニラのカズキです。今日は、僕が普段使ってるオフワールドさんの、パッドを紹介させていただきたいと思います。最後までどうぞご覧ください。はい、こちらオフワールドパーカッションから出てますインベーダー。マーチングやってる方はね、よく、見かけると思うんですけど、まあ、はっきり言ってスネアドラマーはこれさえあればもう事足りるかなっていうような万能なパッドです。まあ、消音性も高めで、割と室内でも叩きやすいようで、かつやっぱりこのリムが丈夫についてるっていうのがすごくありがたいなっていう声をよく聞きます。これさえあればどんなシーンでも困ることはないかなと思います。ぜひおすすめなので使ってみてください。はい、続きまして紹介するのはこちらバイオスフィアですね。フラルドさんから最近出た新しいパッドで、まあ音を聞いてもらいましょう。ほらねほらねこんな感じで、珍しい作りになっていて、なんと裏に取り外し用のジングルがついてます。ジングル、あとこれ裏につけることで、スネアのスナッピーに近いような、サウンドが出せるようになっております。サウンドになっております。でこのパッド、他のパッドと比べてものすごく音が大きいです。で打感もすごく気持ちいいので、なんだろう、まあ、練習にももちろん使えるんですけど、どっちかというとパッドでパフォーマンスをするとか、パッドで演奏っぽくやってみたいっていう時にはぜひおすすめです。あとこのパッド、実はこのラミネートが剥がせるんですよ。で何度でもこれ取り外し可能なので、ちょっと打感を変えてみたいなとか、音量を絞りたいなっていう時には、音量を絞りたいなっていう時には、このパッチを取り外ししてみると、またいろんなサウンドが楽しめるんじゃないかと思います。そう、アメリカで活動している BYOS っていう、ドラムインキュの2人が使って開発しているパッドなので、興味のある人はぜひ使ってみてください。おすすめです。他にも、インベーダーのシステムブルーモデル、スコット・ジョンソンモデルですねがあったり、こちらカメレオン、また打感が少し違って面白いパッドになってます。他にもこちら、サイズ違いでアウトランダーというパッドがあったり、さまざまなパッドがありますので、ぜひ叩き比べてみてください。それではまた。